まればよいか。あ、ちょっと伸びちゃった。そんなに凝る必要はないかな。これはインジコ粉末ですよね。これ市販のものです。お湯を足して、水酸化ナトリウムね。で、この、インジゴと水酸化ナトリウムね、アルカリがちょっと馴染むまで数分置くんですけど、ここに、還元剤であるハイドロを入れますね。ハイドロサルファイトのことなんですけど、製品としてはね、こういう名称で、売られているものです。これを加えて加熱して染液を安定させます。インジゴはアルカリに溶けてる間はね、いわゆる水溶液の状態で安定してるんだけど、空気に触れてね、酸素と反応することで水に不溶性の染料になるわけですね。いわゆるインジゴという形になるわけですね。アルカリに溶けてる状態はね、こう黄緑色っていうか、まあ、ロイコ体っていう状態になってアルカリ、還元状態にあるわけですけど、これが酸素に触れると青くなるわけです。水に溶けない状態、染料の状態で繊維に固着すると、それを藍染めっていうのはそれを化学反応ですね、酸化還元反応を利用したものであると。木綿を準備します。ね、まあ、最終的にはこんな形に染まるんですけど、染めたいね。木綿のこの大きさ、重量も本当はちゃんと計算するんですけど、大体この分量だと 2,3 枚、グループ実験なんかでね、まあ、3、4枚ぐらいは染まる量なので、この木綿をですね、まず絞り染めをしたい場合はそれなり の模様がつくような織り方をすればいいと。構わずこうタコ糸とかで絞って、いわゆる花傘絞りとかね、そういうのが一番楽なんですけど、長細くね束にする染まれば良いということなので、織り方に関してはね、まあ実験の本質ではないのでね、絞った部分がねこう白く抜けたりするので、まあ、適当にこうやってもいい感じで付けた時にこう緩んだりしないようにしっかり縛っておけば良いという程度のものです。この後はこの繊維をね、このハンカチね、これただつけてこれ上に引き上げるだけですね。これ繰り返すだけですね。このアルカリ中ではこういうふうにこう黄緑色とつけては、空気に触れさせ、つけては空気に触れさせ、ちょっとしばらく置いてみますか。絞ってみます。絞ってね、こう空気にこう触れるとたちまちこう青っぽくなって、溶液の状態がね、ロイコ体の時の黄緑なので、ちょっと色がね、分かりにくいんですけど、まあ、こうして見てる間にどんどんこう青くなっていくのが分かりますね。ちょっと絞って、ちょっと染めたサンプルがちょっと小さすぎるのでね、ちょっとカメラで分かりにくいと思うんですけど、肉眼ではもうみるみる、青くなっていくのが分かります。この紐の部分がね、もうかなりこう染まっているので、こう青く染まっているのが分かると思うんですよね。まあ、これ後でこうほどいて洗っちゃうんですけど、はい、だいぶ藍染めらしい青みが出てきました。でこれも本当は流しでね、水でジャージャーやりながらやるとやりやすいんですけど、で撮影所ね、ちょっとここにため水を置いて、ここで実際にこの余分な染料を流してですね、余計な染料を流しておくんですけども、ね、ちょっと緑色なの分かりますかね、少しまだ、ね、これが空気に触れていくとどんどん青くなって水に溶けにくくなるので、水に不要な染料として繊維に絡みつくと。中途半端なんですけど、これでもほどいちゃいますね。
ほどいちゃいます。しっかりとこう絞っておくと、こうね、今緑になってる部分がね、染料が抜けて白っぽくなるはずなんですけど、ちょっと中途半端だったりすると染料が中に入っちゃうのでね、でこう空気にさらして、もうちょっと広いところでね、こうパタパタパタってやるとね、青くなるのはね、こう分かりやすいんですけども、流水で余計な染料を取って絞って開いて、まあ、空気に当てると、こうパタパタ空気に当てるとどんどん酸素と反応して、この緑色っぽかった部分がね、だんだん青くなるわけですよ。いわゆるインジゴカラーになるわけですね。まあ、絞ったところにこう染料が入らないので、まあ、模様ができると。これまあ前にやったやつなんですけど、まあ、こんな形で、あの絞り方でだいぶね、あの模様が違ったりするので、まあ、ここのところは化学実験とはね、本質的に違うところなので、いろいろ工夫すると良いかなと思いますね。ちょっと模様の出方がですね、不自然なんですけど、まあ、実験としてはこんなもんかなと。